とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ランダム報酬タワー、頑張っていきたいと思います。では、行きましょうか。まあ、序盤は、そう大したことないんだよね。問題は、後半、どれぐらい、難しいか。まあまあまあ、それなりに難しいわな。OK。多分10回ぐらいまでは全然いけるとは思います。いやでもやっぱ装備次第なんだよね。何にしても、うん、装備次第でだいぶ難易度が変わってくるので、まあまあまあどうでしょうか。 OK、 まあとりあえず最初のうちはサクサクいっちゃいましょう。1回クリア、いきます。2ハンマーですか。まあまあまあいいんじゃない。はい、いきましょう。ハンマーか。まあ、うん、剣とハンマーだったらそう変わりはないか。まあ、若干、いや、ハンマー使いやすいよ。ハンマー使いやすい。ただ火力が若干低いというだけで、使いやすさは、抜群だね。戦いやすい。OK。足全然ワンパンでいける。全然ワンパンで、戦っていけますね。じゃあ、いいね。いいよ。いきまーす。4!ブーツブーツ、はい、いいんじゃない、いいんじゃない。動き早いよ、動き早くなったよ。あ、意外といいか。序盤をサクサクいくためには、あ、うん、ブーツ履いてれば、あ、結構面白いかも。あ、ちょっとこれクリーパーがちょっと倒しにくいな。あ、クリーパー倒しにくいぞ。そこだけちょっと注意ですね。クリーパーは一発入れて逃げるようにしないとやられる。そうかそうか、これ振りが遅いから2発目をね入れるのがちょっと難しいんだよな。あ、ブーツありだ、ありあり、すげえ使いやすいかも。 OK、 いいよ、いきます。3ガントレット、ガントレット、まあ、もう、うん、いやいやいや、ガントレットが出た時のランダム報酬相当きついもんね。あ、でもまあ大丈夫か、序盤だし、まあまあまあいけるな。 OK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 。ここですぐ武器が変われば、まあ、また問題ない。いやー、やっぱ弱い、微妙だなー。いきまーす。5花火、ボーンクラブ欲しかったな。まあ、花火も悪くないよ、悪くない悪くない。あ、なんかこのブーツ使うならあのクールダウン欲しいね。 OK。 いや意外とこの火傷が入ってるんで、あ、火属性か、これが意外といい感じだよ。しゃあ、あ、でも火力はない。よし、 OK。 あと下側に2体いて、いやー倒しきれん、クリーパー倒せんな、まずい。いきまーす。6、ちょっと待って、6はなしです。1弱くなったぞ。ああ、でもクールダウン入っ、いやー、いやー、
まずいな。まあまあ行ってみましょうよ。しゃ、オッケー。問題上だよな。上が倒せるかどうか。下はね全然いけると思うのよ。よし、こいつきつい。よしよしよし。いやこれいけるか。ここがちょっと難しいぞ。いやいやいや、痛い痛い痛い。こう強いやつもいるんだよね。ちょっと場所を移動して数を減らしていこう。オッケー。いやこれこれきつい。あ、ここちょっとマジできついな。ちょっと道順変えよう。こっちから行こう。ちょっとオッケー。うわ、こいつさえ倒してしまえば。よし、オッケーオッケー。だいぶマシなのよ。オッケーオッケー。いやー、ガントレットこれきついな。よし、でもいける。よし、オッケーオッケー。次は大丈夫、次は大丈夫。いや早々に1回やられたのは結構きついぞ。バカ。よし、オッケーオッケーオッケー。あいつね、ひるまないからちょっと嫌なんだよな。 HP もまあ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 大丈夫でしょう。よし、いけるっしょ。よし、 OK。 きつい。3。いやいや、なんかこれ、違うの来てほしかった。矢筒多めです今回。矢筒多め。あーっていうことは、まあまあ、いや、いい、クールダウン多めがいいかなと思うけども。いやー、ガントレットつらいなー。あー、稲妻のやつでちょっとダメージは稼げるけどね。オッケーオッケー。今度これクルダウン入れて矢筒メインで戦っていってもいいかもね。よし、終わり。いきます。やられたの痛かった。2。いやでもね、カトラスがよかった。でもまあ、オッケーオッケー。ガーストも入れろ。いきます。よっしゃ、倒しきれてないな。あぶね。よしよし、押す。ちょっと待って、あっちょっと武器慣れてない、武器慣れてないぞ。よしよしよし、オッケー。よし、もうもうやばい、かなりピンチ。よし、いやいかん、このバトルスタッフにちょっと慣れてないな。いや、きついきつい。ちょっと待って。よし、オッケー。いや、これダメだ、これダメダメ。3。ちょっと防具変えたい。あ、オッケー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 。よかった。
え、何にするこれ。え、これ何にしよう。まあまあ、もう亀は今取ったばっかだし、これでいいか。いや、まあまあ、この2つだったら、ボス戦もまあまあまだいけるね。トゲかな？うん、トゲ入れとけ。いやー、ちょっと待って。これ早々にね、結構やられたっていうのは結構痛い。OK。これブーツ持ってるから、あー！よし、危ねえ。うまく逃げていかんと。OK。これはなかなか辛くなってきた。 5! OKOK、 流れ込む魂。 OK。 これ流れ込む魂がね、あるだけで全然違うのよ。 OK、 ありがたいありがたい。あ、でどうだろう、亀の防具と流れ込む魂で回復量上がったりするっけ。いや、関係ないか。食べ物とかそういうやつだったっけ。まあいいや。うんうん。だいぶちょっと余裕が出てきた気がする。やっぱね、あの、ガントレット良くなかった。ガントレットはダメだったね。あれがなければ。よし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 。いけてたと思うんだ。なんかその、途中でね、ガントレットから武器が変わって、そこでもちょっとなんかね、ガントレットのこの癖みたいなのを気づってたもんね。ちょっと良くなかったや。2、お、弱くなったじゃん。よ、弱くなったじゃん。おじゃないよ。爆発意味ないからね。いいか、いけ。ちょっときついかもね。まあ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 、とりあえず行きましょう。よし、オッケー。よし、火力はねえな。よし。よし、落ちろ。もう。よし、オッケー。オッケー、はい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 。エンダーマンキッズ、あぶね。ちょっとこれきついぞ。うん、エンダーマンがきつい。まあ、回復すれば問題ねえか。はいはい、最後。うん、まあ、回復せずによかったわ。いきます。6、1。どうしよう、まあまあこれしかないわな。あ、ここきついよ。バカ、ちょっと待って。危ない危ない危ない。これはいかん。よし、危ねえ。危ない。もう。よしよしよし。バカ。これジオマンサーな、まずなんとかしよう。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。オッケー。亀の防具が役に立つ時が来た。 OK。 この食べ物の時が回復量 25% アップ。だいぶ違うよ。で、トゲで結構ダメージを稼げるんで OK。 で、流れ込む魂の回復最高。 OK。 あ、結構きついと思ったらいけた。4。うっそー、何
まあそうね。でもね、軽減ないっていうのがきついんだよな。ポーションのクールダウンはまあまあ嬉しいけども、これぐらいしかないもんな。いや、きついぞこれ。一応破滅を入れとこうか。破滅をちょっと多めに入れとけ。オッケー、いけ。よし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 、オッケー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 。いや、きついきつい。よし、あぶねあぶね。オッケー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 。よし、オッケーオッケー。いいよ、いけるねいけるね。よしで、あー、爆発させておきたかった。ナイス、うん、オッケー。あ、やっぱポーションクールダウンいいわ。うん、軽減ないけど。5。おいいんじゃない。いやー、どうなんだ。火力は上がったけど、火力はあるけど、そうね、回復なくなったっていうのは結構痛いかもしれん。まあいいでしょいいでしょいいでしょ。なんとかしたい。そろそろ武器がきつい。にゃ。オッケーオッケー。おお、いいよ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 。おお。今稲妻のやつとの相性が結構良くて嬉しいね。オッケー。ほぼ問題ない。待って。めちゃくちゃ攻撃が痛い。でもそこをコグクロスボウで押していけっていうことね。1。ど、あ、まあ、うん、まあ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 、いいんじゃない。間違えた間違えた、完全に間違えたわ。あ、稲妻のやつもこの長弾いいよ。これ長弾いい。なんか手前でブーツみたいなのかな、移動速度アップ持ってたから、移動速度アップをちょっと間違えて使った。 OK、 よっしゃ。回復しながらいかんとこれ無理。終わり。いやーがもったいなかったな。いきます。4。釣り竿、斧でいいじゃん、斧でちょうどいいじゃん。花火だな。これどうするか、まあ、とりあえず連打はしていきます。何あげる。コグ、うん、コグはエンチャンももう完璧だし、いいね。何がついた？お、パワーいいんじゃない。うん、釣り竿があれば斧はねもうすでに強いんでいいでしょう。あ、防具上げたがよかったかな。耐久力ないな、そこがちょっと怖いところだけども。 OK、 まあ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 、釣り竿と、なってるなってるなってるね。振ってるのが見えないだけでちゃんと振り切ってる。 OK、 OKOK、 ああ、いけるね。なんかこの釣り竿の火力で押し切ろう。あ、レイスとかいいんじゃない。あ、まあまあ武器が変わったらあれだけど、武器変わったらもうアウトなんだけど。 OK、 いいよ。うん、
これコグを上げてもう大正解。むちゃくちゃ強い。いきまーす。2。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。レメイスも使えるよ。あ、しかもキョン、あー、いやキョン、うん、メッツいらんか。ガーストも1入れとけ。いきまーす。ここはちょっとパズルやりますね。ごめんなさいね。はい、完成です。で、多分ザコもほぼ倒しきってる。あー、いや、矢はあんま使わない方がいいか。そうね、いきまーす。3。武器くんなよ。あ、あ、よし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 、オッケー。うーん、どれにする。もう矢筒いらんな。で、ちょっとなんか俺ミスって使いがちなんで、ちょっと変えます。オッケー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 。ボスが多分次がボスだよね。次だね。ボスまでに武器変わるなよ。まあ変わってもいいけど、あの釣り竿使えるやつ、それでなんとか勘弁してください。じゃないとちょっとボスがちょっと時間かかりすぎるな。ちょっと待って、これもう耐久力がもう神だわ。神走行、これこれじゃちょっと無理だぞ。いや、きつい。あー、でも回復のトーテムがあるから、まあまあまあそれなりに回復はしてくれる。いや、きついきつい。いきます。3。ビーコン、ああー、でもハンマーと剣はこれは釣り竿を使えないからいい。いや、これ、うん、これだろうな。ソウルはまあまあちょっとはあるかなっていう感じですけども、きついだろうな。ちょっと待って、弓は、あー、テンポはないか。いきましょう。いやー、この耐久力がない。おうおうおう、まあ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 、まあ、いいんじゃないいいんじゃない。いけなくはないぞ、いけなくはない。釣り竿で一気に攻めればまだまだ全然勝機はある。あー、痛い。うー、痛い痛い。待って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 、これで回復させて。オッケー。いやいや、弱点出ないんかい。あ、だ、待って待って、これソウル系のアーティファクトに最後の叫び、これよくねえな。オッケー、はまった。蜂と一緒にはめた。ナイス。うわ、最高最高だ。いきます。よかった。6 1。雷の杖、いや、これ防具ないとちょっとそろそろきついぞ。おいって、ちょっと待ってよ、倒しきって。あー、ダメだ、いけなかったか。まあ仕方ない。これ防具がちょっとないと熱いぞ。次の商人がユニークなんでミステリー上げれないんですよね。そこつらいぞ。大丈夫か。あー、きつい。ここもう弓ゴリゴリを打っていくじゃないよ。 OK、 いいね。もう必要とあらばもう
雷の杖打ってけ。よし、オッケー、いけたね。はい、いけるもんだ。3、おーし、おし、おし、怒りじゃなくてよかった。本当に怒りじゃなくてよかった。うんうんうん、釣り竿使える。ああ、いいんじゃない？輝きとかいいんじゃない？うん。あの、防御力ないからね。これでなんとかやっていきましょう。オッケーオッケーオッケー、うんうんうん。輝きつけは、だいぶいいぞ。いや、この多分ね、HP で、ここら辺のクリーパーのダメージもらうと、多分即死じゃない？オッケーオッケー、うん、いいね。あ、ミスった。何してんの。ブーツがまだある程度やってた。いかん、ブーツはもうないものと思っておかんと。いかんね、最初になんかそういうのを取ってるとそれ引きずるね。使ってたっていうのをちょっと引きずっちゃう。 OK、 うんうん、まあまあ残り4回ぐらいなんで矢はどんどん使っていこう。2、おし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 、よくなってきたぞ、よくなってきたぞ。いや、防具はよくねえよ、防具は点でダメだけど、これ、そうね。あ、リフレッシュ多めで、栗欲しいけど虚無だ。うん、これでいきます。うんうん、釣り竿なんでこれでいいでしょう。斧、斧だ、斧でいけ。ハイランドか、ファイアブランドの方が嬉しかったですけどね。いくぞ。防具がね、ほんと良くないな。で、ここはあぶる、おいって、むちゃくちゃ減った。あ、でも大丈夫大丈夫よ。あのクールダウン、ポーションのクールダウン入ってて、でリフレッシュ入れてるので速攻回復する。まあそれをね、見越してのやつなんで。待って待って待って、蜂なんとかして、クリーパーを、クリーパーは蜂がなんとかしてくれ。うっ、ええ、そんなに食らうの？一気に減ったじゃん。ちょっと待って待って、これあ、そうか、ガーストないんだ。いやー、なんか他のない。もう気をつけていくしかない、もうこれはダメージ受けないようにもう気をつけるしか、これはもうないぞ。 OK、 バカ、むちゃくちゃ減るじゃん。何そのダメージ、バカじゃないのか。待って待って待って、クリーパーはやめてくれ。よし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 、オッケーオッケーオッケー、オッケー。リフレッシュを効かせたい。オッケー、次のためにもね、次の回のためにもリフレッシュは入れていきたい。完璧やね、いいぞ。4、5、あ、そうね、こうかな。やばい、あと1回やられたら終わりだからね。あ、でもこの回をクリアすればもうあとボスだわ。オッケーオッケーオッケー、
いや、減る減る減る、とんでもねえダメージだと。待て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 、減りすぎるって。何そのダメージ。待て待て待て、無理、バカじゃないのか。待て待て、ちょっとあのゴーレムを向こう側に派遣したい。派遣ゴーレムになってくれ。無理か、あっち側になんとか。いらっしゃ、バカ、それやられるとまずい。やべえ、嘘、あ、嘘、あー、はい、ということで戻ってきました。あのミステリーではちょっと厳しかったっすね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。